1号艇の篠崎仁志選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。現状の船橋についてどうなんですかね。そうですね、伸び型で足はいいと思うんですけど、ちょっとターン周りが気になるので、うん、あのプロペラですね、うん、明日ですね。じゃあターン周り、そうですね、ターン周り中心の仕上げといいますかを目指して頑張りたいと思います、はい、もう連日なんか1号艇で2回逃げたんですけども、はい、あのスタートも今日は10ですかね、はい、バッチリのスタートを決めて、もう見てる限りは危なげなく逃げたなという感じがしたんですけども、まあ、スタートはバッチリだったんですけど、ターンに関してはかなり失敗しているので、ああそうですか、あの明日は、まあ、もうちょっとしっかり逃げれる船足に仕上げたいと思います。今節は福岡勢が手薄で、はいね、本当にあの篠崎選手が一人で孤軍奮闘して1号艇に乗ったということで、ファンの期待も大きいと思うんですが、はい、それについて一言。そうですね、せっかく1号艇であの乗せてもらったので、あの優勝したいと思います、はい、ありがとうございました、はい、2号艇の辻栄三選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。今節の仕上がりはどんな仕上がりでしょうかね。モーターはそうですね、まあ全体的に上位あると思います、うん、あの昨日でしたかね、ちょっとなんか外して良くなかったということですけども、今日の気象条件にはしっかりと合わせられたと。そうですね、朝も外してたんですけど、まあ、それを踏まえてちょっと調整して、はい、うん、順位はきちんと受けました。順位のスタートもほんま1位ぐらいでしたかね。そうですね、はい、スタートの方は今節どんな見え方ですかね。きちんと調整があった時にはあの思った通りの勘でいけてます。あとピット離れはどんな感じでしょうか。ピット離れは悪くないです。大丈夫でしょうか。はい、はい、でまあ2号艇ということなんですけども、やはりコース主張というところですかね。そうですね、はい、まあ最後にファンの方に何かありましたら一言よろしくお願いします。そうですね、足は大好きなんで、いいレースできるように頑張ります。応援してください。ありがとうございました。ありがとうございます。3号艇の古川雅之選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今節はなんかシンペラで出発したんですけども、調整がうまくいったということですかね。結構試行錯誤してたどり着いた感じです、はい、昨日がなんかちょっと良くなかったということで、まあ、全体的にいい日はあんまりないんですけど、まあ、3日目が一番良かったかなと思います。3日目練習した時ですね。そうですね、はい、で今日の順位はどうでした。今日は、乗り心地は良かったんですけど、足はちょっと悪くなってたような感じがします、まあ、乗り心地が良かった分二段まくりにつながったかなというところが、なんか結構落として回ってたんで、あの上行った方がいいかなと思います。まあ好判断でというところでしょうね。そうですね、はい、はい、で明日に関しての整備はやはりプロペラ中心。そうですね、まあ、あの回転を合わせるぐらいでいこうと思います。ピットマナー大丈夫でしょう。まあ、普通ぐらいだと思います。出ることはないですね。じゃあもうピットマナーが普通に出れば一応3コースは主張ということ。そうですね、はい、はい、頑張ってください。だからファンの皆様に何か一言ありましたら。はい、精一杯走ります。4号艇の重有和人選手です。さて今節の仕上がりについてなんですけども、非常にあの初日から苦労されてきたと思うんですけども、順位に関してはどんな感じでしたかね。まあ、あの妥協範囲でやったです、はい、うん、まず妥協のとこまでは来たと。そうですね、なんとかピット離れも普通に出れたので、今日順位はもうピット離れ大丈夫だったですよね。スタート展示はちょっと悪かったですけどね。では明日に備えてはやはりプロペラ調整中心ということですかね。もうプロペラしかしないです、あとそうですね、スタートの方はまずまず切れてるんじゃないかと思ってるんですけども。そうですね、大体の、単調な追い風なら大体分かってます、まあ、あの4号艇角ということなんですけども、伸びを求めた調整とかその辺は少し考えますか。いやもう全然それをやるとピット離れがおかしくなるのでとにかくピット離れをしっかりとさせて最低でも4コースぐらいは取りたいと。そうですね、やっぱメンバー揃うと外枠ではしんどいので、ですよね、はい、ではあのファンの皆様に何か一言ありましたら。
そうですね、もうお任せ持って優勝が乗れたので、精一杯優勝できるような調整してしっかりスタートいきたいと思います。ありがとうございました。5号艇の高橋秀幸選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。そうで、今節なんですけども、今節の仕上がりに関してですね、この2号機前傾からどうでしたかね。そうですね、前傾の時はなんか、回転上がりすぎて、乗りにくいだけだったんですけど、調整して、行き足伸びの方に持ってきました。現状はやっぱり伸び傾向といいますか、そうですね、伸び寄りという感じの仕上げにしてるわけですね、はい、はい。でここはですね、5号艇なんですけども、なんか今節のレースを見てると高橋選手なんか外の方がスタート切れてるのかなという感じも持ってるんですけども、まあどのコース行ってもスタートは今節早いんで、はい、入らないことが、練習で入らないことが結構あるんで気をつけてるんですけど、全体的にちょっと早いですね、はい。まずまず新潟としてはでもまずまずですかね。そうですね、はい、うん。じゃあ明日の整備についてはプロペラ中心にプロペラ中心、はい。あとファンの皆さんに何かありましたら一言お願いします。見せ場作れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。6号艇の下條雄太郎選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今節なんですけど仕上がりに関してはモーターどんな感じでしょうかね。そうですね、まあ、出足型で悪くないと思います、はい。この1号機にしてはなんかレース見てると、はい、すごくなんか出足関係が良くて、はい、レースしやすそうだなという印象があるんですけども。そうですね、自分の好みには仕上げれてるかなと思います、うん。明日の優勝戦にどうですかね、6号艇ということで。そうですね、まあ、展開つくぐらいしかないと思うので、まあ、自力で行くような足ではないので、うん、はい、しっかりこの足を維持して、まあ、あとは微調整ぐらいでいいと思います、うん。ピット離れどうします。ピット離れが出ない限り6コースですね。6コース、はいはい。じゃあスタートをしっかりと決めて、はい、出足回り足を生かして展開をつくレース、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい。ではファンの皆様にですね、はい、なんか一言ありましたら。そうですね、久々にまた輸出できたんで、最後まで一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。